浅草雷門の目の前にある浅草文化観光センターがリニューアルオープンしました。モダンで素敵な建物ですよね。そこで今週の生活便利帳ではこちらの浅草文化観光センターをご紹介します。台東区の観光案内所である浅草文化観光センター、5月には東京スカイツリーもオープンし、ますます増える観光需要を見据え、4月20日台東区の観光案内拠点として新しく生まれ変わりました。観光案内所としては都内最大規模の施設です。今回は新しい観光センターで案内をしている水落さんに案内していただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは早速ご案内いただけますでしょうか。はい、まず1階には日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国語で観光案内を行います案内カウンターやチケット販売、外貨両替所などがあります。4カ国語で対応していただけるのは嬉しいですね。そうですね、うん、はい、では次に地下1階に移動しましょう。はい、こちらです、どうぞ。はい、こちら地下1階には皆様に快適に利用いただけるお化粧室があるんですよ。はい、それからこちらのお手洗いの特徴といたしまして、男性用のお化粧室にも一ブースなんですが、はい、ベビーキープがセットしてあるんですよ。それはお子さんを連れたお父さんには嬉しいですよね。ぜひイクメンパパにもお越しいただきたいですね。はい、続いて2階です。こちら2階には観光の書籍、パソコン、コミュニケーションボードなどがあり、観光情報を集めていただくコーナーがあります。豊富な情報が揃っているんですね。はい、また授乳室もこちらのフロアにあるんですよ。それでは今度は最上階8階に上がってみましょう。はい、素晴らしい眺めですね。なんかスカイツリーもこう間近に見えるんですね。そうなんですよ、本当に感動的ですよね。はい、こちらは8階の展望テラスです。こちらからは東京スカイツリーと浅草寺両方の眺めを楽しむことができるんですよ。うん、もう台東区の街を一望できるんですね。はい、そして同じ8階には喫茶室もあります。こちらでお茶を飲みながら景色を楽しんでいただいて、次の行き先を考えるのも素敵ですよ。はい、なんかとても贅沢な気分になりますね。また下の7階には展示スペースがあります。こちらでは企画展示をするスペースと、台東区の見どころやイベント、歴史、文化を紹介するコーナーがあります。こちら浅草文化観光センターでは台東区の素敵なところをたくさん紹介しています。皆様のお越しをぜひお待ちしております。水落さん、今日は案内していただいてありがとうございました。ありがとうございました。さて、浅草文化観光センターにはご紹介した他にも、3階に事務室、旅行団体支援スペース、4階5階に大中小の会議室、6階には多目的スペースがあります。最後に観光課の中川さんにお話を伺いました。浅草雷門の正面にある浅草文化観光センターは、この度リニューアルオープンし、地上8階、地下1階の施設になりました。新しいセンターでは、探せる、見せる、支えるをコンセプトに、台東区を訪れる多くの皆様に今まで以上に役立つ情報サービスを提供します。多くの皆様のご来場をお待ちしております。今回ご紹介した内容について詳しくは、浅草文化観光センター電話 3842-5566 番までお問い合わせください。